瞳ちゃん、ひとみちゃん、今日はお稽古事は、あれ、あの時の人と同じ。ひとみちゃん、ねえ、ひとみちゃんってば。ほら、かなめさん、ごきげんよう。どうしちゃったの？ねえ、どこ行こうとしてたの？どこって、それは…ここよりもずっといい場所ですわ。ひとみちゃん、ああそうだ、かなめさんもぜひご一緒に。そうですわ、それが素晴らしいですわ。どうしよう、これってまさか。ほむらちゃんに連絡できたら。ああダメだ、携帯の番号わかんない。こんな小さな工場一つ満足に切り盛りできなかった。今みたいな時代にさ、俺の居場所なんてあるわけねえんだ。ダメ、それはダメ。邪魔をしてはいけません。あれは神聖な儀式ですのよ。だってあれ危ないんだよ。ここにいる人たちみんな死んじゃうよ。そう、私たちはこれからみんなで素晴らしい世界へ旅に出ますの。それがどんなに素敵なことか分かりませんか？生きてる体なんて邪魔なだけですわ。かなめさん、あなたもすぐに分かりますから。